中型以上の怪奇種荒神を討伐できるなんて、正直今でも信じられないわ。それも一小隊規模で、ひょっとしたら、いや間違いなく世界初の偉業ね。驚くのを通り越して怖いくらいよ。一体何者なのあなたたち。それにあのフィムの力、まだ詳しくは分からないけど、ある程度の推測はできているわ。彼女は人型荒神よ。荒神でありながら、我々人と同じ姿形を持つに至った存在。厄災以降、いくつかの報告例があったけれど、いずれも意外での発見だったはず。まさか生存例をこの目で見ることになるとは。グレイプニルが彼女を荷物に偽装していたということは、何らかの思惑があるということね。ただあまりにも情報が少なすぎる。余計なことを話して混乱させたくもないし、とにかくフィムはフィム、区別する必要なんてないと私は思うの。それで納得してくれるかしら。よく行く。
逃げてやがる。姿だな。この体いつまで持つかな。イルダさんのネイルどこの上からなのかな。あ、ごめんなさい。お疲れ様です。